トルコの歴史、トルコの歴史を記述する。現在のトルコ共和国は、イスラム圏に属するが、その領土となっている地域の悠久の歴史を見ると、古代オリエント文明、古代ギリシアローマ文明、ビザンティン文化、イスラム文化などが栄え、多様である。また、同国最大の都市イスタンブールは、ローマ帝国、東ローマ帝国、オスマン帝国と3つの世界帝国の首都となった。 ケウの都市である。さらに近代においては、イスラム圏では、世俗主義の近代国家の建設をいち早く行ったことが、注目される。現在のトルコ共和国の国土の中心となっている、アナトリア地域は、世界的にも歴史の古い土地で、紀元前18世紀には、インドヨーロッパ語族の筆体と王国が建国された。鉄器を最初に使用したという筆体とは、 紀元前14世紀には前世紀を迎えるが、紀元前1200年頃には海の民によって滅ぼされた。紀元前9世紀にはフジギア王国、紀元前7世紀にはルディア王国がこの地に建国された。紀元前6世紀にはアケムネス・アサ・ペルシアの支配を受け、古代イギリシャとのペルシア戦争やペロポネソス戦争を行った。 紀元前4世紀のダレーオス2世紀の頃に、マケドニア王国のアレクサンドロス大王に征服された。アレクサンドロス大王死後は、ディアドコイ戦争を経て、セレウコス朝シリアの支配下に入った。セレウコス長期には、プトレマイオス朝と5時にわたるシリア戦争が行われた。共和制ローマとのローマシリア戦争、紀元前192年紀元前188年では、 紀元前191年には、ローマに敗れ、ペルガモン王国などの小国に分裂した。ローマ帝国期に、各小国が属州となった。一方、エーゲ海沿岸地方には、ギリシア人によって、未経年文明が開かれ、トロイア戦争で有名なイリオスは、紀元前1200年頃までには繁栄していたが、前1200年のカタストロフで、海の民により滅ぼされた。 紀元前7世紀のマグナグレキア時代に地中海各地への植民が行われ、各地に植民都市が建設された。ボスポラス海峡に建設されたビザンティウムもその一つである。330年ビザンティウムはローマ帝国の首都となり、コンスタンティノポリス、現在のイスタンブールと改名された。395年には、 ローマ帝国が東西に分裂すると東ローマ帝国の首都として前代未聞の栄えを見せた。東ローマ帝国は6世紀のユスティニアヌス一世の頃にローマ帝国の半との大半を回復することに成功したが、その後サーサーアン・アサトの抗争やユスティニアヌス時代の征服戦争などによる財政破綻ながら急激に衰退する。7世紀初頭の皇帝。 ヘラクレオスはサーサーアンアサに勝利したものの、勃興してきたイスラム帝国やスラブ人の信仰を受けてハントは急激に縮小し、主勢に転じた。また、西欧諸国やローマカトリック教会とも対立を深め、それまでの地中海周辺全体を支配する大帝国から当時ギリシア人が多数を占めていた、現在のギリシャトルコ周辺を心とする国家へと変貌し、 公用語もラテン語からキリシア語へと改められた。この時代、現在のトルコにあたる小アジアは、対イスラムの前線として、そして国葬地帯として、重要な役割を果たしている。アナトリアで東ローマ帝国がイスラーム帝国と覇権を争っている頃、555年に東方のある大山脈の麓で、突血が従前を滅ぼし、中央アジアに大帝国を築いた。 582年に西特厥が分裂し特厥は東西に分かれた。7世紀に西特厥とサーサーン朝の戦争で捕虜となったトイルク族はイスラーム教徒のペルシア征服によって651年にサーサーン朝が滅亡ると以後はイスラム圏で遊牧生活を営むとともにマムルークとして浸透していった。 9から10世紀になると、東ローマ帝国は国力を回復させて、最高峰に出るようになる。その結果、11世紀初頭には、バルカン半島全土や、北シリア、南イタリア、アルメニアなどを支配する大帝国として復活する。しかし、11世紀のカバ頃になると、再び国力が衰え、東から、キュールク系ーセルジューク腸の侵攻を受けるようになる。 マムルークの中のトユルク系オグズ族のセルジュークが部族を急行し、1038年にはホラサーンの支配を確立し、セルジューク長を樹立した。1055年にはトゥグリルベクがバグダードに入場し、アッバース朝のカリフからスルタンの地位を授かった。セルジューク長はスンナ派の被護者としての正当性を得ると、西アジアのイスラーム圏の主導的立場となった。 1071年マンジケルトの戦いでセルジューク朝が東ローマ帝国を破るとアナトリアに進出しルームセルジューク朝が誕生したルームセルジューク朝の支配の下でアナトリアのトルコかイスラム化が進行した1241年にモンゴル帝国軍がカイホスロー2世のルームセルジューク朝に侵攻し1243年の キョセグの戦いでバイジュ率いるモンゴル軍に降伏し、フレグがイルハン国を樹立。セルジューク朝はアナトリアに中心を移したが、アナトリアは米陸が乱立し、その混乱期はオスマン朝による統一、コンスタンティノープルの陥落まで200年ほど続いた。アナトリアはいくつかの君公国に分かれていたが、1299年にオスマンが開いたオスマン朝は、 順調に勢力を拡大し、三大スルタンの村と一世は、アドレアのポリスを占領し、ブルサから戦とした。その後コスボの戦いで、セルビア、ブルガリア、ルーマニアを支配下に置いた。さらに、ニコポリスの戦いでは神聖ローマ皇帝ジギスムンと、率いる十字軍を破っている。1394年に、バヤジと一世は初めて、コンスタンティノポリスの包囲を観光した。 1402年にアンカラの戦いで東方からの征服者ティムールに敗れ、オスマン朝は崩壊の危機に見舞われ、アナトリアは再び米陸が乱立する混乱期に入った。その後、メフメト2世の頃には国力を回復し、1453年のコンスタンティノープルの陥落によって、東ローマ帝国を滅亡させ、混乱期に終止符を打った。 さらに1517年には、エジプトのマムルーク朝を滅ぼし、イスラム教寸に派世界の主導的地位を獲得した。スレーマン一世の頃には1526年の、もはやチの戦いで、ハンガリー王国を滅ぼし、征服。1529年には、第一次ウィーン包囲を完工。神聖ローマ帝国に肉薄した。1522年には、レベザの海戦で、 キリスト教国連合を破り、地中海をオスマンの海とした。スレーマン一世の頃は、オスマン帝国の絶頂期で、法制の整備、家にジェリの改革や、教育政策の充実、学芸の振興などが進んだ。スレーマン一世の死後、1571年には、レパントの海戦で、スペイン艦隊に敗れ、オスマン朝は、キリスト教勢力に、初めて敗北を起死した。 これをもって、オスマン帝国の衰退と言われるが、実際は、地中海の制海圏を維持していた。しかし1683年の第二次ウィーン包囲の失敗後には、スレーマン一世以来の制度の変質が、顕在化し、衰退に向かった。18世紀初頭には、西欧諸国との間で、良好な関係が形成され、チューリップ時代と呼ばれる、平和な時代が到来した。しかし、 ハプスブルク君主国やロシア帝国などの中東欧諸国との戦争で弱体化を余儀なくされ、18世紀後半にはロット戦争の結果、クリミア半島をエカテリーナ2世のロシア帝国に割上した。このような帝国の衰えに対しセリム3世のように改革を実行しようとするスルタンも現れたが、イエニチェリの介入で失敗し、政局は混乱した。 19世紀の初めには、タンジマートと呼ばれる改革が実行され、さらに1876年には、オスマン帝国憲法が制定されるなど近代化が、試みられたが、アブデュルハミト2世が、先制君主制を復活させ、反動した。この中で、バルカン半島の諸民族の独立運動とそれに、対する列強の介入やロシアの南下政策などで、労働は縮小し、 産業革命にも、西欧の工人を廃止、対外債務の増大や国民経済の急防化など、国力は、兵士で行った。これに対して、危機感を募らせた、青年将校たちが統一と進歩委員会を結成し、憲法復活などをスローガンに革命を起こした。いわゆる、青年トルコ人革命である。この革命によって、反トルコ主義による、 近代化が推進されることになるが、統一と進歩委員会のエンベルパ社は、ドイツ帝国と提携し、ロシアに対抗。第一次世界大戦では、中央同盟側に参戦し、敗戦。オスマン帝国は崩壊することになる。第一次世界大戦後のパリ講和会議では、オスマン帝国には、セーブル条約が、戦勝国から押し付けられた。これは、 帝国の領土の西をギリシアに東をアルメニアに南東部をクルド人に割譲しさらに首都イスタンブールを国際管理下に置くものであった。これに対し1920年にアンカラで召集された大国民議会はガリポリの戦いで活躍した軍人ムスタファケマル・アタチュルクを指導者としトルコ革命と呼ばれる祖国回復運動を展開した。 その結果1923年にはローザンヌ条約を締結し、英華海当初をギリシャに割譲し、トルコ領内のキリスト教徒とギリシャ領内のイスラム教徒の交換を行い、トルコ共和国の樹立が宣言された。初代大統領となったケマルは、政教分離、ローマ自在用、女性参政権など近代化政策をやつぎばやに断行した。 第二次世界大戦ではほぼ中立を維持したが、1945年、連合国の勝利が確定的になると、その圧力により、連合軍側として2月23日対日、独戦線復刻した。戦後、イギリスをはじめ欧州諸国に代わって、世界の主導的な地位を担うようになったアメリカ合衆国によって、ギリシャと共に反響。 対ソ連封じ込めの最前線と位置づけられるようになる。トルーマンドクトリニやマーシャルプランなどを通じてアメリカからの経済的、軍事的な援助を受けるようになり、1950年に成立したメンデレス内閣では北大西洋条約機構、中央条約機構に加盟し、反ソ連、親西欧路線を取った。しかし、経済の不振によって、 政府の批判が高まると1960年にクーデターが起こり、メンデレスは失脚。処刑された。その後共和人民党のイノニュ、厚生党のデミレルが政権を担当。ソ連との経済技術援助協定の締結、1967年など、外交の多角化が進められたりしたが、軍事クーデター未遂や労働者や学生運動など、政情不安が続いた。 1970年代には、キプロス問題で、軍事費が膨らみ経済は悪化し、左翼、右翼のテロが相次いだ。1980年には、軍事クーデターが起こり、二院制が一院制に変わるなどの憲法改正が行われ、治安と経済が改善され、民政移管が行われた。しかし、クルド問題によるテロなどで、国情は不安定であった。 1979年にイラン革命が起こるとキプロス問題で冷え込んでいたアメリカ合衆国との関係も好転。1991年の湾岸戦争では基地を提供した。一方政治面では1989年に30年ぶりに文民出身のオザル大統領が就任。その後1993年デミレル,ル大統領、2000年セゼル大統領と続き、 政治の文明化が図られた。2002年には死刑制度を廃止した。イラク戦争ではアメリカ合衆国への基地提供は議会は賛成したが低速数に足りず無効となり事実上提供しなかった。現在トルコはヨーロッパの一員を辞任し EU、ヨーロッパ連合加盟に向けての交渉を進めているがキプロス問題や人権問題 来るの人によくなど複雑な問題を抱えているため、交渉は難航している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。